娘には言えない罪を背負っている。最終回を迎えたドラマ「マイホームヒーロー」、その映画版の最新映像が解禁。映画はドラマから7年後の世界。娘を守るため殺人を犯した父の前に警察官となった娘が立ちはだかります。佐々木さんは撮影時の苦労について、いろいろ切られたりいろいろやった時に血を出せん、流血するやん。それ流血を本番1回しかできないわけですよ。衣装が汚れてしまうので、それをいかに血を上手に流すか。へー。一方、斉藤さんが気になったのは佐々木さんの目にナイフが突き刺さるシーン。すいません。あれ、今日でした。怖いですか？怖いです。怖いけど、ちょっと蔵之介さんの目の綺麗さが勝つ。どっちか。